どうもこんにちは、クラウンです。今回はジェネシス2新生物シャドウメインのテイムについて、この1、シャドウメインの基本テイム方法について、この2、テイム成功率爆上がりの秘密について、その3、こんな時どうすればいいの？のセルフ Q&A の順に解説していきます。アーク史上稀に見るテイム難易度を誇るシャドウメイン、基本は手渡しテイムになるのですが、テイム中に気づかれるとテイムゲージがリセットされたり、バグなのかって挙動をしたり、そもそも強すぎて無理って思う方も多いでしょう。今回の動画を少しでも参考にしていただいて、シャドウメインテイムが楽になればいいなと思っております。さて早速ですが、今回は罠を使ったシャドウメインテイムをしていきます。おいおい、どうやって誘導すんだよ。おいおい、スタックするから寝ないから。いや大丈夫です、誘導もできる、スタックもしないです。基本的なテイム方法を確認していきましょう。まあこれがむずいです。シャドウメインはマップ左側に生息しており、夜行性で朝昼と眠っており、夜はあちこちで暴れ回っています。地上解除攻撃をしてくる点も要注意です。群れでいることが多いので、生半可な恐竜では太刀打ちできません。テイム方法は朝昼の寝ている間に気づかれないように近づき、餌を与える手渡しテイム。手渡しをすると一定時間透明になり、その場から逃げてまた眠るのを待ち、気づかれないように近づき手渡しをする。テイム途中で寝ているシャドウメインに気づかれるとテイムゲージがリセットされる鬼畜仕様となっております。気づかれないようにギリースーツを装備したり、サボテンスープを使用したりと対策が必要です。スタックしたり何かの要因でそもそも眠らないなんてこともありますし、群れでいることが多く敵対生物の多いエリアとなっているため、テイム難易度は爆上がり。餌を与えてからはある程度時間が経ってもテイムゲージが減りませんが、公式サーバーでは一度でも手渡しテイムのタイミングを逃すとテイムゲージがリセットされる地獄の所業だと噂で聞きました。テイムに必要な餌はビクを使用して魚を手渡しします。13レベルでエングラム解放が可能です。必要な材料はマップ左側にたくさん生えているキノコから取れます。設置して数秒待ち、近づいてきた魚を捕らえておきます。魚のサイズが大きいほどテイムゲージの上昇幅が増えます。シャドウメインテイムは他にもいろいろ細かい仕様があり、準備も面倒かつ難易度が高く、失敗の可能性も高いです。ただ今から解説する罠にはめることでスタックすることもなく、そもそも気づかれることもないので、ギリースーツもサボテンスープも必要なし、途中で失敗することもありません。それでは早速シャドウメイン罠テイムを実際のプレイ動画を見ながら解説していきます。まず用意するトラップは何も難しいことはありません。石の土台4個、石の壁16個プラスアルファのみでトラップを作ります。ちなみにプラスアルファの部分が超重要な点になっています。形としては単純で 2×2 で土台を置き、その上に高さ2マス分壁をつけるだけ。動画では木のスロープをつけていますが、これがあると結構めんどくさいことになるので取り付けなくて大丈夫です。あとはこのトラップに誘導していきましょう。トラップ誘導が一番の難所です。ここさえクリアしてしまえばあとは楽勝なので頑張りましょう。トラップへの誘導方法はシャドウメインの攻撃テレポートストライクを使用します。テックスーツのジェット機能で飛んでいる際にも追尾してテレポートしてきますので、 2×2 のトラップにテレポート後に落ちるように調整して落としましょう。トラップにはまったら一度描写範囲外までジェットで離脱しましょう。戻ってきて内側から壁を攻撃していたら成功です。スロープをつけているとスロープを攻撃してうまく入ってくれませんでした。また外側から石壁を攻撃してテレポートストライクをしてこないときは一旦距離を取り仕切り直しをしましょう。テックヘルメット、テックガントレットの機能は使わないので品質の高い別の装備に変えておくことをお勧めします。トラップ誘導後にある手順を行うとスタックしなくなります。ここは正直なんでそうなるのか、判定はどうなっているのか全くわかりません。ただテイムできれば何でもいいかと思って紹介します。ある手順とは、トラップ誘導後に内側からシャドウメインが壁を攻撃している際に、攻撃しているであろう壁を新しい壁に張り直すことです。成功すると攻撃を止めておとなしくなり、すぐに眠りにつきますので、陸の手渡しを行いましょう。あとは手渡し後はハマっているので逃げないですし、壁で囲まれていてシャドウメインは全くこちらに気づくことはありません。壁からはみ出ている部分から手渡しを行いましょう。顔の方から上げることも可能です。これで最後までループして手渡しすることが可能になります。途中でビクを取りに行くのはあまりおすすめしません。戻ってきたらスタックしてしまっていたりするので、できれば最後まで起こさずに手渡しループを繰り返した方が成功率は上がると思います。
シャドウメインワナテームの紹介はざっとこんな感じです。ここからは自分がこの方法を行っていて困ったこと、こんな時どうすればいいんだろうと思ったことをできるだけ解決していきたいと思います。内側から壁を攻撃していない場合、残念ながらスタックしてしまっている可能性が高いです。しばらく様子を見て寝ないようなら、一辺の壁を壊して一度逃がしてから再度仕切り直しましょう。内側から壁を攻撃していたら成功です。途中で夜になってしまった場合、内側から攻撃している時に石壁を張り直して攻撃が止まっていたら成功しています。朝になったらシャドウメインが眠るので、それまで待機が安定です。ちなみにシャドウメインは8時から眠りに入ります。ビクが難しいよ。ビクマスター、漁師クラウンにお任せください。狙う魚はピラニアとサーモンです。陸を川辺に設置してテックヘルメットを起動し、ジェットで池の中を移動して敵対してきたピラニアを待ち構えておいて、近づいてきたら対応キーを連打で捕らえるのがおすすめです。陸に上がるとピラニアが追ってこなくなるので注意が必要です。サーモンは何回か殴ると敵対してくるので、その後はピラニアと同じ流れです。これでシャドウメインテイム少しでも楽になればいいなと思っております。少しでも参考になった方、ビクマスター漁師クラウンからシャドウメインマスター漁師クラウンに格上げしてもいいよという方は、クラウンにチャンネル登録キブルを与えてテイムしておきましょう。高評価すり込みも忘れずに行い、ブリーディングをしてください。動画見たような合図でおつくらとだけでもコメントしてくれると、クラウンにすり込みが完了します。ではでは、おつくら。